ちは日本改革党靴沢です。パパ子さん様、大台様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。10月1日外国人実習制度廃止デモやります。来てねー。これやる申請行った時ですね、どのぐらいですか人数って聞かれて、いやこれでやったことないから全然わかんないですね、100ぐらいですかね、適当なこと言ってたんですけれども、左翼デモはですね、大体の人数事前にほら動員かけてから、わかるそうなんですよね。それで今日ですね、ちょっと担当の公安さんからデモ係の人が、なんか聞きたいことはあるみたいですよ、電話かけてやってくれませんか、連絡来まして、警視庁03、100番じゃなくて03で始まる警視庁の番号を教えてもらってですね、で内線番号も教えてもらって、そこに直通でかかるようにね、デモの係から、かけたらですね、ただいま大変混み合っております。で普通のとこだと、そのまましばらくお待ちになるか、もう一度おかけ直しくださいとか流れないですか。それがですね、警視庁の場合はですね、デモ係の場合はですね、ただいま大変混み合っております、もう一度おかけ直しください、ブズって強制的に切れちゃうんですよ。それ3回もやってですね、ちょっと諦めて、担当の方の方にですね、こういうわけで無慈悲に切れちゃうんですよ。笑ってたら笑っちゃってですね、じゃあこっちから連絡するようにしますから、警視庁は無慈悲です。全然しばらく待つっていう選択肢くれません。ブズって切れちゃいます。なんだかなーって。獣医の試験なんですけれども、動物病院やってて、獣医の試験なんですけど、プードル好きの人は、プードルを見ると、かわいいなんつって燃えますが、それ以外のダックスとかマルチーズ見ても、それほど出ない。ふーんって感じ。猫好きの人は、種類と色に関わらず、猫を見ると、燃え、かわいい、なるっちゅうですね。つまり犬は種類好きで、猫は猫好き。これ猫がですね、犬ほど大きさや形に差がないからですかね。何も知識がない人だったら、チワワとシェパードが同じ動物って思えないだろうね。シェパードぐらいある猫いたらおっかないですね。全然勝てないですね。猫は段ボール置いとくと、YouTube で見たんですけど、ヒョウでもトラでも、勝手に入ってまったりしてんのがおかしかったであります。 NHK の詳細な組織図を入手しました。受信料制度を自分たちの都合いいように改変し、国会議員や総務省官僚を個別訪問、個別に訪問してですね、家に行くわけじゃないと思いますけど、説明、根回し、説得してる政治部的なところがですね、視聴者局、戦略企画部、企画グループ、制度障害チームっていうところだそうであります。支払い督促や滞納訴訟、未契約訴訟などで国民を苦しめる、法的措置やってるのが視聴者局、全国支援部、カスタマーサクセスグループ、民事チーム。だって、何がサクセスなんだかさっぱりわかんないですけども、これ、もらった時に、細かいとこまでバラしたって、あいつら嫌がるからって、言ってたんで、細かいとこまで、バラします。皆様、言いふらしてくれて構いません。むしろ、そうしてほしい、カスタマーサクセスグループ、民事チームというところが、訴えに来るということでね、してみとカスタマーサクセスグループが内定するのかな、滞納訴訟をする前にですね、この人を訴えていい人かって内定、つまりストーカー行為なんですよ、ストーカー行為。でね、例えばですけど、年金しか所得がないなんていう世帯は
訴えられません。バラしちゃいますけど、これ払える人、裁判でたとえ勝ってもですね、取れなさそうな人は初めから訴えません。 NHK は内定っていうストーカー行為やってからですね、あこの人払えそうだななんていう、ある条件なんですけれども、それを見極めてから訴訟を起こすのがカスタマーサクセスグループ、何がサクセスだっていう気がするんですけど、稲葉 NHK 会長、甘いと思われるかもしれないがジャニーズの闇は調査しない、調査のための第三者委員会設置を拒否、NHK 西館7階をジャニーズが占有していたことについて山名放送総局長、何年も続いている番組であればそう珍しいことではない、他の局もやってると案にバラすと、いう感じで世論です。偉そうに開き直りかズブズブだと言ってるようなもんだぞ。これ甘いかどうかを第三者に判断してもらえよ。それを自分で判断できたら無敵の組織やんか。要は日常茶飯事だったんだな。アミューズ部屋もあるってことなのか。アミューズエンターテイメントって言ったかな。ここもですね、紅白に何人も出してますよね。受信料取って開き直ってんじゃねえよ。その部屋で性犯罪はなかったの。なんか開き直ってっけど、やり過ごせると思ってんだな。NHK は臭いものに蓋って決めたみたいですね。それで済むと思ってるところが、やっぱりスポンサーの撤退に悩むですね、民放より全然甘いとこですよね。スポンサーの中でもですね、いち早く撤退表明したのはですね、グローバル企業、世界中で商売やってる、サントリーであるとか、日産もそうだったっけな。欧米のキリスト教国はこういうの厳しいですかね。日本よりグッとずっと、国内だけで展開しているような企業はいまいちピンときてないんじゃないですかね。ジャニーズ使い続けるとまずいっていうのがいまいち分かってない、外国と関わってる企業はこりゃまずいってなったんじゃないか、ジャニーズに年間2億円使わない部屋の賃貸料払ってんだから、まあズブズブところの関係ではない、それ皆様からの受信料だからなということで、10月22日 NHK ネット聴取反対デモ、開催します。まだ正式な告知できないんですけれども、8月29日の NHK 経営委員会でですね、こういう説明ありました。総務省有識者会議はネットからも聴取すべしという意見多数だったと会長と委員に理事が説明していました。でまたなんかきっと動きが あると思います。しかし外国人実習制度廃止でもどのぐらい集まるのかな、全然わかんないですね。初めてやるお題のデモですからね。ぜひ皆様よろしくお願いいたします。人数少ないとですね、外国人実習制度は今のままでいいんだなんて思うかもしんないから、警察庁と内閣サイバーセキュリティセンター、中国のブラックテック、これチームだって、ハッキンググループだそうであります。ブラックテックによるサイバー攻撃の手口を公開、注意を呼びかけ、なんかルーターのソフトを書き換えてですね、そこから情報ダダ漏れっていうのが手口だそうであります。世論です。知ってた、知らないやつゼロ人説。前にアメリカに警告されたやつか。コロナはばらまくわ、中共は人類の敵、日本の民間企業も狙われとる、留学生や実習生が加担してんだろ、物理的に中国からのケーブルを切れ、それでもいいよね。いまだに LINE や TikTok を野放しにしている時点でお察しと、セキュリティの認識が甘いっていうことで、中国共産党の嫌がらせ、中国共産党がやらしてるのは明白ですよね。標的は公的機関、民間企業問わず、盗めるもんなら何でも盗んでるそうで、質より量の中国共産党らしいですね。冷戦時代の傾向なんですけど、アメリカは衛星やら盗聴器に優れる、ソ連は弱みを握って脅迫を得意とする、中国は情報なら何でも欲しがるっていう傾向あったそうで、それ変わってないみたいですね。情報を集めるだけ集めてもですね、分析精査が間に合わない、しないんだったら何の意味もないですけども、七肉輪だったら贅沢で、酒と肉の味は問わないって何でもいいよ、っていうのが
あ、中国の贅沢ですから、やっぱ質より量なんだろうね。明日9月29日は反中共デー、反中共デモもあります。9月29日、港区六本木 4-2-27、三河台公園11時30分集合。平日で急ですが、都合つく方は行かれてみてはいかがでしょうか。三菱自動車、中国から撤退します。電気自動車ばっかし売れて、ガソリン車の販売低迷が回復しないと判断。実は3月からですね、唯一の工場を止めておった。売れないから。作っても売れないから。電気自動車ばっかり売れて。で、もう売れるようにはなんねえなって言って、半年経って決断したっていうことらしいんですけれども、電気自動車。なんか中国経済崩壊、不動産バブル崩壊、34も奥もマンション作っちゃって全然売れねえなんて話ですから、景気が悪いっていうことも関係してんのかな。世論です。ついに三菱も、むしろ今までいたんだ、おっせえわ、みんな逃げ出すね。三菱なのに珍しく賢明、中国の EV は安いからな、燃えるけど、技術を盗まれないように工場全部破壊してこい。補助金もあって異常に安い中国製電気自動車、燃えるけど、だからどうしてもこっちの方が売れちゃうらしい。金の切れ目で売れないとなると、まあ無慈悲ですね。三菱も、工場設備は全部ですね、中国側の合弁会社に置いていかないといけないみたいなんですけれども、まあそれでもいいやっていう損切りなんでしょうね。損害がでかくなる一方だわっていうこと。置いてきても大丈夫です。中国は技術の更新ができないから競争相手になりません。細かく技術更新してる日本の敵ではありません。電気料金値上げの陰で水道料金もしれっと値上げ。この3年間で全国150自治体が値上げ。静岡県御前崎市のように4割以上値上げ、45.6% も値上げしたところもあるそうであります。世論です。水が豊富な国なのに、節水しろと言われて節水したら売り上げが落ちたから、あはは値上げした。水道維持費は自治体負担なんだから、過疎地はどうにもならんだろう。うちは井戸だから水道代ゼロ。ポツンと一軒家とか切り捨てていくしかない。そういうとこは井戸だぞ。電気代上がったら、から、電気代上がったからですね、これね。浄水やら送水に電気使えますから、それのコスト上がってんでしょうね。つまり水道代値上がりは反原発のせい。全くあいつらね、庶民の敵ですね。ど田舎のいわき市旅人町では、まず井戸掘ってですね、水が出ないとこには家建てません。水道を最初から当てにしてません。ポツンと一軒家もそんな感じじゃないのかな。井戸はただって言うけど、まあ意義あり。組み上げる電気ポンプの電気代はかかります。今時手押しのポンプでギーコ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 やってる家ない。シャワーでもトイレでも節水タイプが増えたし、販売量が減って赤字になってんすかね。つまり量が売れねえから、単価上げるしかねえなっつって。人口が減ってるとこは、少なくなった人数でインフラ維持しないと、だから単価上がっていくのはしゃあないかな。少ない人数でそのインフラ維持していかないといけないでしょ。だからしゃあないのかな。それより全国1700自治体のうち値上げしたところはですね、150で収まってんのを頑張ったって言うべきなんですかね。3年ですけれども、これ水道料しゃあねえ、あげっかなんて決める人だって水道使ってからね、嫌だね。自分も上がっちゃうね。人口減少が止まらない島根県。70年前人口は人口統計開始した時は90万人いたが、右肩下がりを続け、今年とうとう65万人割れになっちゃった。それ64万何千人になっちゃったそうであります。世論もんもう県っていうレベルじゃねえ。そして人口比率は圧倒的高齢者。島根には島根上京税作れば東京行くやつから金を取る。鳥取と合併しない。広島県に九州合併されて広島根県に、いいな、なかなか、うまいな。メディアが地方移住を煽ってもこの流れは止まらない。
鳥取に勝ってるからよしとする、勝ち負けの問題じゃない気がするけど、かといって家が安く買えるわけでもないと。何かと話題の川口市なんですけれども、あそこ70万人もあの人口いんのね、島根県が県ならば川口県も十分可能なはずなんですけどね。なんか、港県とか渋谷県とか人気でそう、いっそ東京都という概念なくしてですね、国渋谷県、国港県、国川口市で何がなんて気がしますけど、東京都って東京都がやってた仕事は、渋谷区なり、川口市で分担すればいいんじゃないの、ややこしくなくさ、地方は仕事、特に女性の仕事がなーい、男だったらね、木切ったり、まあ、土木とか、あんですけどね。なので若い女性が都会に流出してしまうんだって、それだと東京は若い女性の方が多いって理屈になるけど、そうなんすかね、あんまし感じませんけど、若い女性がやりたいような華やかな仕事は確かにないわな。島根が90万人養えたのは一次産業の力ですかね、田んぼ作ったり山から木切ってきたり、まあ漁業もあっか、今は輸入しちゃうからね、魚でも米で、米はしないか、米は食わなくなったんですね、一次産業の価値下がったもんね、いやはやという感じで、なかなか私も田舎住まい、長いですけども、しゃあないんだよね、もうどうしようもないんだよね、人はいない、仕事はない、昔はですね、田舎だと何十年も前は材木屋が栄えてた、材木屋、炭鉱とか、その次が土建屋、昭和の頃は土建屋が金持ってた、今は医者ぐらいしかお金持ってない、医者、パチンコ屋、あと役所ぐらいしかまともな給料もらえるとこないっていう、ありさま、もうしゃあないんすよね、これね。したらね、おらこんな村嫌だーって、それは何十年も前から、そうなんですから、しゃあないよね、これね。水道施設とか、見切り時が、大変ですね。もう、ここの水道インフラ、維持できねえ。皆さん、諦めて引っ越してくださいって、誰が言い出すかっていうのが、大変なのかなーって思います。というわけで10月1日外国人実習制度廃止でもやります。皆様来てね、よろしくお願いします。デトックスジャパン。